中越圏央エリアはやっぱり NCT 光の NCT が今年10月に開催する長岡米百俵フェス公式テーマソング輝きに乗せてお送りするナイアガラ超大型スターマイン輝き長岡の誇りを次世代に打ち上げ開始でございます。さあスタートいたしますよ。まずは大手大橋が3年ぶりにナイアガラ、いやー今一斉にですね点火しましたね。素晴らしい。いやーこれナイアガラいかがですか。これそうですね、素晴らしい点火でしたね、うん、そうですね、この一斉の点火というね、これも花火さんの緊張の瞬間でございます。そしてですね、風煙はこっちに来ているのかな、ちょっとこっちに来ているかな、煙は。ということは下流から上流側へということになってますね。さあこのナイアガラ、やっぱりナイアガラ素晴らしいですね。さあそしてスターマインですよ、来ましたよ、もう点滅系のボタンですね。そしてこの虎も素晴らしい。そして10号玉でこのもう時差式が来ましたよ、もう回してますよ、すごいですね。さすが長岡花火でございます。そして新入りのボタンですよね。お、ラッシュですね。この仕掛け演歌も面白いですね。そうですね、はい、これらはね一つのこの音楽に合わせていくには必要ですよね、うん、なるほどね、はい、音楽に合わせていくのに必要という、はい、そしてこれちょっとこう八方咲きのところなんですよね、やっぱりこれがもう非常にこうトレンドになってますね。素晴らしい八方咲きの最後は10号玉と。おお、まだまだ。そしてですね、さあ佐伯さん、はい、これが錦神楽だという。そうですね、これなんですね、はい、3箇所から打ち上がってます。2箇所ですかね。そして最後虎の演出もありました。そして最後、あ、このポカモノで落ちていくという。そうですね、ポカモノ最初として千里ですね、ポカモノ、いいですね、ポカモノで落として下北からの千里、はいはい、